元エクソクリス、性的暴行で逮捕カナダ籍、重刑の課、聖、中国、北京知事、中国北京市朝日区の検察あたりは16日、韓国の男性アイドルグループ、エクソのメンバーで、中国で俳優、歌手として活動す、カナダ籍のクレマタボン、ウーイーファン、イコールゲーメイク、ス容疑者、サンジュ0を性的暴行容疑で逮捕することを、ベスタと発表した。 被害者には複数の未成年、性が含まれているとされ、中国メディアは再、刑の死刑を含む重刑に処せられる可能性を敵。共産党機関紙、人民日報は、外国籍は、おかみ、にはならず、名声があっても罪を免れないと、罰を求めた。事件は、北京の女子大生が17歳の頃、容疑者から性的暴行を受けたと中国版、ツイッター。 美白で告発したのがきっかけ。同様の日を訴える女性が相次ぎ、警察が7月末にクレヨの身柄を拘束していた。クレヨ者ギは関東小広市出身で10歳で家族とカナダに移住。2012年に韓国大手芸能事務所 SM エンターテインメントからエクソ一員としてデビューした。14年にグループ脱退は 中国に拠点を移し、事件発覚まで、ルイブ、トンやブルガリなど数多くの有名ブランド、アンバサダーを務めていた。この記事の写真、1、2021年8月17日配信オリジナルサイトで、読む。